ゃんがニコちゃんみたいなこと言ってるにゃ。ほのかちゃんまでどうしたの？どうしたというか、ようやく気づけたんですよね。うん、ニコちゃんがどう考えてたのか私たちやっとわかったんだ。そうなの、ビビビッときたんだよ。ますますわからないんだけど、ニコっちの熱いハグで全て解決したんだよ。お願いだからわかるように説明して。9人での最高の思い出をもっともっとたくさん作ろうってことだよ。そうよ、だから案を出しなさい。世界をあっと驚かせるようなすごいことをしなくちゃいけないんだから。うんうん、世界がひっくり返っちゃうくらい驚くやつ。二人とも熱いにゃ。海、どうにかしてよ。ほのかがやる気になったら私には止められませんから。そういう海ちゃんだってほのかちゃんがやる気になると燃えてきちゃうじゃない。私はどちらかというとほのかをたしなめる側だと思うのですが。そういう時もあるけど、そうじゃない時もあるかな。小鳥、ここは私の味方をしてください。私は味方だよ、海ちゃん。ほのかに味方してもらっても。せっかく一番に味方したのに。もういいです、話を戻しましょう。ミューズだからできるすごいことですよね。お、いいね、海ちゃん、やる気満々。みんなでアイディア出そうよ。みんなはどんなことがしたい？私たちだからこそできるすっごいことって何かな。すごいこと、もし実現したらすごいと思うのは秋葉ドームでのライブです。ミューズのファンでいっぱいになった秋葉ドームを見ることができたら一生の思い出になると思います。それできたら最高。秋葉ドームがいっぱいになるって何人の人が来てくれるんだろう。何でもいいならうちは映画を撮ってみたいかな。もちろん出演はミューズ9人ね。楽しそう。衣装いっぱい用意しなくっちゃ。お芝居だなんてできませんよ。あら、ドキュメンタリーならお芝居の必要はないわよ。それはそれで恥ずかしいです。最高。ずっと残る記録にしたいよね。それから、それから。そうね、ニコはもう一度スクールアイドルフェスティバルを開きたいわ。次はもっとたくさんのスクールアイドルを呼んででっかくやるのよ。いいや、あの盛り上がりは何度だって体験したいよね。スクールスクールアイドルフェスティバルをもう一度やるなら曲数も増やしたいわ。うん、もっと歌えたらって思ったもん。ダンスも今までよりレベル高くして。当然でしょ。目指せ100曲とか。海ちゃん、まきちゃん、頑張って。私たちだけにやらせるつもりですか。この顔はそういう顔よ、海。そんなことないって。そんなこと本当にできたらすごいにゃ。本当にしましょう。私たち9人だからこその思い出を作るのよ。ねえ、
次のスクールアイドルフェスティバルをやるときは、赤、虹学、ミューズ全員で合宿しようね。いいわね。マキ、マキんちの別荘頼んだわよ。いくらなんでもそんな人数は無理よ。外にテント張って過ごしても楽しそうやね。スクールアイドルファンサイトの企画で、アイたちがキャンプにハマっているという動画を上げていましたよね。キャンプいいと思います。やりたいことがたくさんあって大変やね。その方が燃える。